宇宙エレベーターは地球と宇宙をつなぐ交通・輸送システムですロケットに比べ運搬効率がよく経済的で環境への影響が少ない輸送手段として期待されています地球と宇宙を結ぶケーブルに必要な軽さと強度のある素材が以前は存在せず宇宙エレベーターは夢物語でした しかし1991年に軽くて強い素材カーボンナノチューブが発見され宇宙エレベーター実現の可能性が高くなってきました地球を回る人工衛星は地球の重力に引っ張られても落ちない速度で回っているため高さを維持し続けています 赤道の上空約3万6千キロメートルにある人工衛星は地球の自転と同じ速度で回っていて地球からは同じ位置に静止しているように見えることから静止衛星と呼ばれていますこの静止衛星からバランスを取りながら地球側と宇宙側にケーブルを伸ばしクライマーを往復させ 人や物資を輸送できるようにしたものが宇宙エレベーターです宇宙エレベーターの全体像を見てみましょう宇宙エレベーターの全長は9万6ロメー k m です地球上の発着点がアースポート正式軌道上には最大規模の駅 正式動ステーションがあります。ケーブルの先端のカウンターウェイトは重さのバランスをとるためのものです。これらの施設の他にも高さの特性を生かした施設を作ることができます。火星と同じ重力になる高度 3900km には火星重力センター。月と同じ重力になる 高度 8900km には月重力センター重力センターではそれぞれの重力換気を利用した実験や研究を行います低軌道衛星投入ゲートでは地球から運んだ人工衛星を高度 300km の低軌道に投入します 静止軌道ステーションには大規模な宇宙太陽光発電システムを設置します。静止軌道を周回する静止衛星はここから投入します。静止軌道より宇宙側には太陽系の惑星探査や資源採掘のための施設を建設します。一定の高さから宇宙船を放出すると 周回速度を利用して地球の重力圏から脱出させ他の惑星の軌道に入れることができます。高度5万 7000km の火星連絡ゲートからは火星へ向けて宇宙船を放出します。カウンターウェイトは木星や小惑星への宇宙船を放出する太陽系連絡ゲートの役割も担っています。 工事に必要な材料を数回に分けてロケットで打ち上げ低軌道上で建設用宇宙船を組み立てます宇宙船は電気推進を利用して地球を周回しながら上昇し静止軌道に到達して 地球の自転と同じ速度で回り始めます宇宙船が所定の位置に到達すると先端にスラスターを取り付けたケーブルを繰り出しながら上昇しますロケット打ち上げから約8ヶ月でケーブルは地表に到達し高度9万 6,000km まで上昇した宇宙船はカウンターウェイトになります 工事用のクライマーが補強ケーブルを貼り付けながら上昇し、最上部でカウンターウェイトになります。約500回の補強を行い、ケーブルが完成すると、重さ100トンのクライマーが使えるようになります。完成したケーブルを使って、正式軌道まで部材を運搬し、正式軌道ステーションを組み立てます。 その後、各施設を並行して建設し、全体が完成します。地球上の宇宙への発着場がアースポートですアースポートは赤道上に陸上と海上に分けて建設します陸上部分は宇宙エレベーターの監視施設のほか 世界から人や物資が集まる広大な空港やホテル、宇宙開発に関係する企業の研究所や工場などが集まった街になります。海中トンネルで結んだ海上部分には、クライマー発着場、出発到着ロビー、管理施設のほか格納庫、修理工場、倉庫、 研究開発センターーーななどアースポートの要となる施設を作ります海上施設は直径約400メートルの円形の構造物です最下部に作られた中空のコンクリートの浮力で海に浮かんでいます通常は海底に係留していますが 必要に応じて移動させることも可能ですケーブルを固定している部分では海水を利用したバラスト調整システムによってケーブルにかかるテンションを制御しています宇宙空間で最も大きな駅正式道ステーションでは大規模な宇宙太陽光発電や 宇宙環境を生かした研究開発などを行うほか地球からの観光地としても利用されます静止軌道ステーションはユニットを組み合わせた縦に長い形をしています同じ形の基本ユニットを使うことで輸送や組み立てを単純化することができますまた 拡張することや故障した際に取り替えることも簡単ですユニットは金属パネルと膜のハイブリッド構造で長さ10.8メートルです輸送時は1辺3.6メートルのコンパクトな三角柱の形をしていますが静止軌道上で圧縮空気を入れ 体積が六倍の六角柱の形に膨らませて使用します。輸送の際には三つのユニットを連結し。クライマーで牽引します。正式道場では膨張させながら展開します。縦方向へ展開し、らせん状に連続させることも可能です。 ユニットを縦横に展開することで、機能に応じた空間を作ることができます。静止軌道ステーションの内部は地球上と同じような空気で満たされていますが、無重力状態で体はふわふわと浮いています。 宇宙エレベーターの実現のために克服しなければならない問題はたくさんあります。これらの問題が解決されカーボンナノチューブ製のケーブルやクライマーの開発が終了し2025年にアースポートの着工ができれば25年間の建設工期で2050年から正式軌道ステーションの供用が開始できると考えています。